さてと、準備はオッケー。どれだけの人が来るんですか？さあ、どんだけだろう。どうもお呼ばれしたわ。さっきグリーレイに。僕のことですか？妹様から兄認定されてるわね。こんばんは、いい夜ね。おう、スカーレットども。すごいくくり方ですね。どうも、暇だったので来ちゃいました。出た感じ難しいやつ。こちやさなえさんでしょうに。おう、覚えてくれてた。早いわね。さとり。こんばんは、私もお酒持ってきちゃいました。お酒持参もあるんですね。ほら、意外なやつまで宴会好きでしょ。あれ、さとりがいるなら小石もいると思ったんだけど。後で来るって言ってました。後で来るのね。迷子にならないかしら、あの子。どうも。どっから来た？正面から来た。ほんとに心臓に悪いわね。まともに挨拶させなさいよ。まともなんて知らない。なるほど、ああいう感じになるんですね。いたずら好きになりました。はい。あれ、この人はなぜあんなに早く気づけたんだ。せっかくだから、私たちも参加させてもらうわ。お願いですから QR なんてことはやめてくださいね。あら、珍しい永遠定メンツが来るなんて。ま、業務も落ち着いてたし今日は給料でいいかなと。あとはなんとなく、長い付き合いになりそうな気がしてさ。女の勘ってやつ。ついでに野生の勘も加えておいて。はい。今日は多分、このメンツになりそうだ。急な知らせだったのもあるが、少ない方だな。少ないんですかこれで。まあ、そうねー。よいしょ、じゃみんな酒持ったかしらねー。持ちましたよー。あい。はい、うぞうむぞうの幻想郷に住む野郎どもこんばんは。なんかひっどいこと言われてないこれ。じゃあ二足三門。今日も霊夢どうしたの？いろいろあるんだわ。この関係で喧嘩したもんね。そのようですね。今回の宴会はね、ここにいるこの子。おお、なんか引っ張られた。こいつが幻想入りしたってことで歓迎会の宴会するわよ。さてどれだけ飲ませようかしら。僕飲まされる？あい、じゃあ野郎どもの名乾杯。なんでこの人数でこんな大音量なんですか？そういうものなのよ。はい。ぷっはー、ここのは外れないわね、やっぱり。またゆかりが探したわね。当たり酒ばっかだから嬉しいわ。当たり外れあるんですね。マリサが持ってきた場合はみんな警戒するわ。キノコ味とかやり出すからマジで迷惑なのよね。霊夢本心は、いいぞもっとやれ。ノリと勢いですか。はい、お兄ちゃん乾杯しよう。あの小石さんってお酒飲んでいいやつです？未成年云々とか。どう考えても霊さんより年上なのでご心配なく。妖怪だよ私。そっか、妖怪ならいいのか。物差しがないからな。そうだよ、飲もう飲もう。私お酌しちゃうよ。小石にお酌って概念あったのね。記念すべきお兄ちゃん爆誕。飲めないなんて言わないよね。ちょっと複雑なんすけど。いける。お酒大丈夫っぽいな僕。なら飲んじゃってよ。余ったらどうにかするの大変だからな。なんか気づいたらフランさんがゼロ距離なんですが。フラン、どうしたの？兄は取られた気がして向かっときた。はい。小石ちゃんなんでお兄ちゃんって呼んでるの？なんで、兄じゃないでしょ。だってお兄ちゃんみたいな感じなんだもん。本人も否定しないからいいじゃん。せめて私みたいにレイニーって呼びなよ。お兄ちゃんだと勘違いされるじゃん。へえ、そう呼んでるんだ。なんなんでしょう、あの霊戦みたいなの。姉の私らには理解できない戦いなのかもしれないわね。レイニーこの子になんとか言って。お兄ちゃんどっちが妹なの？でかいなくない？レイさんお互いにお酌しましょ。どうもどうも、いただきます。レイさんもリア神社信仰してくれません？進行したら何かあるんです？奇跡が起こるかもしれません。どういうことですか？こいつの能力が奇跡関連なのよ。意味わからんわよね。ですよねー。お前は否定するポジションだろうが。進行してください。どっちが妹ですか？なんです、なんです。私の妹がお世話かけます。なんか兄って言いたいだけみたいですが。タイミングが被りに被ったから若干独占欲が。こういう扱いは慣れませんね。最近変な患者さん多くて。
レイさんくらいです面白いの。面白いが基準なの。いやーこの耳をいじってくれる人久しぶりすぎて。そういう意味なの、変なの。うどんゲー、昨夜ー、レイこっちに拉致ってきたわー。いらっしゃい。飲みましょう。そっちが終わったらこっちよー。こっちでも飲むわよー。レイにー、こっちもだよー。お兄ちゃん。えぐいくらい忙しいなこれ。僕の体増えないかな。しかも飲むペース、だいぶ早い。けど。すごい楽しいし。悪くない気分だな。さすがにペース早すぎるかな。いい風だし酔いざまし。すごい猛烈に歓迎してくれたな。みんな笑って。どんちゃん騒ぎして。たらふく食って酒飲んで。こういうこと。以前の僕はしてたのかな。なんとなく。してたような感じが全くないんだよな。やっほ、酔いざましかい。あれ、レイ君。すごい泣いてるけど。大丈夫、なんか嫌なことあった？お酒きつかったとか、ノリが合わなかったとか。なんならエイリン呼ぶけど。いや、悪い気分とかじゃなくて。むしろ、なんか、嬉しいんです。でも僕の中じゃちょっと感覚バグってて、涙って、悲しい時にしか出ないじゃないですか。でも今悲しくない。嬉しいんです。なのにこんなに涙が止まらない。そんな服が濡れるくらい嬉しかったのね。嬉しかった。人間は嬉しい時でも涙を流すことがあるのよ。悲しい時だけじゃない。嬉しい時だって泣くことあるのよ。ま、例えば大爆笑した時とか、自分がされて本当に嬉しかった時とか。まあ、相手によって嬉し涙は様々ね。てか記憶ないせいかわからないけど、嬉し涙を知らなかったの。そこちょっと疑問に思っちゃったんだけど。わかりません、けど。悲しい時しかないって、確信めいたものが僕の中であって。なんでなんだろう。あぐ。レイ君。レイ。あなたは知らない？あなたの生まれが。一族がなぜ、こういう一族なのかを。けど、いずれ知ることにはなる。その前に、教えておくね。ねえ。さん。